久しぶりだな、一。頭？言えたぎりじゃねえが、一。お前に頼みがある。たとえゲームだとしてもそのストーリーが大事なんだなってすごく今回痛感しましたね。一気に読みましたから、ものすごい量なんですけど、で自分の、出てないところもパートもあるんですけど、一日でほぼ読んだ感じでしたね、寝ずに。こういうことかと思いました。ゲームやる人もきっと寝ずにやるんだろうな。うん。でもいい人なのか悪い人なのかよくわかんない人なんで、やっぱり一回やってるせいか前よりは変な緊張はなく、うん、でもやっぱり難しいですね。いや本当に得体が知れないっていうか、どっちなんだっていう、うん、僕はゲームやってないんですけど、あ、これが元々の桐生さん、多分この人がここでドンと出てくるっていうのは、ゲームやってる人にとってはこ来たかーみたいな、ここかーっていう驚きの連続だと思うので、今回面白いですね。本当いろんな登場人物があって、その過去の人たちも出てくる、やってる側も感動もある脚本だと思いますよ。ゲームだと思っててもやっぱストーリーが本当ワクワクするストーリーなんで、展開がわからないっていうか、で随分な規模にまで行きますので、国を巻き込む、下手したら国の問題でもあるようなところまで行くので、これ相当なんてハマるんじゃないかなと思いますね。この先と先どうなってんだ、どうなるんだどうなるんだっていう、うん、そのワクワク感はすごいですね。